初代、中村中蔵の王の、低苦王、勝川春章が、中村中蔵は講談を呼び、古典落語の演目、人情話。落語では、蛇の目傘の名で演じられることもある。最下級の役者階級である、稲荷町から出て、江戸三座の座頭にまで出世した、大役者である初代、中村中蔵が出世していく様を、金本中心蔵の五段目。 尾野亭苦労のエピソードをメインに据えて語られる。江戸時代中期。後に大役者として知られる中村中蔵は、出自は舞踊家の養子で、13の時にその才能を見込まれて、役者の道に入ったという来歴を持つ。当時の役者社会は厳格な階級社会であり、下から、稲荷町、中通り、あいなか、条文分、長い下、 そして最高の、名だとあり、下はセリフも一言あるかないかの早くしかもらえず、重要な役は、なだやなだかと決まっていた。このため、重要な役をやるにはまず階級を上げねばならないが、芸の世界でも、実力より、血筋が重要視されており、大役者の血筋であれば大根役者でもやがてはなだいが、当たり前で、大して家柄なければまずは、稲荷町からであり、 さらにどんなに実力と人気があっても、稲荷町から出たものは名題にはなれないという不分率があった。中蔵もまた家柄がないため、最初は稲荷町であった。ある時、中蔵は、大詰めの早くである伝令役において、セリフが飛んでしまう。すると中蔵は、気を見計らって、主役を演じる座頭の四代目、市川團十郎に駆け寄ると、小声で、セリフを忘れましたと伝える。 それを聞いた男十郎は中蔵がいなくても、問題ないように自分のセリフを直して、舞台を続け、そのまま観客に気づかれることなく見事終わる。舞台後、中蔵は首を言い渡される覚悟で、男十郎に謝罪に向かうが、男十郎は怒っておらず、むしろ起点と度胸を示して、舞台を壊さなかった、中蔵の力量を褒め、目をかけるようになる。その後、中蔵はどんな早くであっても工夫を忘れず、 芸気違いと呼ばれるほど一心不乱に芸を磨いて人気モデル。やがて異例の速さで、名題化まで出世を果たすが、例の不分律と同僚たちの嫉妬も加わり、名題にはしてもらえない。しかし、29の時に、男十郎が反対の声を抑える形でついに、中蔵は稲荷町出身で、初の名題へと出世する。間もなく、本来は、名題の中でも、さらに座頭閣である。 ソガモの工藤スケツネの大役が回ってくるが中蔵は、これを見事に演じきり、さらに性暴を高める。名は3年のこと。舞台では、奏で本、中心蔵が演じられることになるが、中蔵に渡されたのは五段目の王の、低ローのみであった。当時、低ローは、名だいの役である上に、 五段目は見どころがなく観客が弁当を食べるために設けられた弁当幕という別称があるほどであった。低苦労は五万三千国の過労の息子という設定こそあるが彼自身は中心蔵の本筋には全く関係がない脇役であり劇中では山中で老人に追いはぎを行ってこれを殺しその後すぐに漁師の流れ玉であっけなく死ぬ。 さらにその風体は土寺を着た野暮な山賊そのものであり、人気の出ようがない。これは、明白に嫌がらせであり、多少の工夫程度では意味がなく、さすがの中蔵も困ってしまう。それから中蔵は、柳島のみ王権様に日産し、新たな工夫を授かるよう神田のみを行うも、日は無常に過ぎていく。ついに諦めたその日、キロで夕立ちに会い、蕎麦屋へと駆け込む。 甘宿りをしていると一人の浪人が店に入ってくる。見れば良い顔立ちの男で、酒焼きの伸びた頭に、黒羽二重の合わせの裏を取った着物に、茶剣状の帯をしている。破れた蛇の目傘に、濡れた髪を握って、雫を落とす様など、中蔵はこれだと見とれ、病剣様のご利益だとして出会った、浪人の風体をもとに役作りを始める。初演当日、五段目に入るが、 観客も話の筋は熟知しており、弁当マックとして休憩しようとする。そこに、テイクルを演じる中蔵が登場する。それは、皆が知る山賊姿ではなく、破れた蛇のメガサを持つ、白塗りの老人であり、初めて見るその所作に、観客は漢字入って、息を呑む。ところが中蔵は、観客からの掛け声が出ないため、しくじってしまったと内心で焦る。その後も、 血のりを使うなど斬新で鮮やかな演出を行うも、やはり掛け声はない。観客たちはあまりにも見入って声が出なくなっているだけであったが、それに気づかず、中蔵は自信を失ってしまう。舞台後、すぐに家に帰ってきた中蔵は家内に失敗したことや、もはや江戸にはいられず、上方へ行くと伝える。すると家に男十郎の使いが来る。叱られると思い芝居小屋へ戻った中蔵を、 団十郎は、その工夫と名演を褒める。今後、中蔵の低苦労は型になるであろうと言い、これが今日に知られる低苦労の役と、中蔵の大出世として、話は締めくくられる。八代目、林家正蔵が得意とし、最後は団十郎から褒美として、キセルをもらった中蔵に、女房が、煙に巻かれないかいと、心配する下げで終わる。六代目、三遊亭炎章は、 資料に基づいて話を肉付けし、工藤スケの演出の一件で中蔵は、下作者、金井さん笑いと確執を持つようになり、嫌がらせとして金井が、低苦労役を振ったことになっている。また、演唱の下げは、失敗したと思い死のうと思っていたと明かした中蔵に、大使、團十郎が、お前をフッツにできるか、役者の神様だと返すものであった。講談では六代目。 神田白山が得意とし、新内昇進を及び六代目襲名披露工業の大初日にも中村中蔵を披露した。白山の中村中蔵は、羊の低さや同僚たちの嫉妬、最後に成功に気づくまで引っ張る点など、より出世話として強調された本案となっている。ありがとうございます。